MP40、MP40 MP 及び MP38 はナチスドイツの時代に開発された短期間銃である。第二次世界大戦中、ドイツ国防軍やドイツから供給を受けた数軸国軍などで広く用いられた。MP18 やトンプソンサブマシンガンなど従来の短期間銃と比較して、後半プレス加工やプラスチックを利用してコストダウンが図られている。 このデザインは連合国側の重機設計思想にも影響を与えた。第一次世界大戦末期にドイツ帝国で採用された MP18 及び MP28 は最初期の短期間銃として知られ、戦艦機においてもトンプソンサブマシンガンと並んで世界各地で使用された。百三十五年のドイツ再軍備宣言の後、大幅に拡張されたドイツ国防軍は、 先進的な軍備を整備し始めるが、不評分隊の火力を容易に強化できる手段として、短期艦銃を重視し、世界各国に先駆けてその全面配備を行った。MP18、MP28 は、第一次世界大戦末期に開発された簡易な構造の決戦兵器だったが、軍はさらに生産の容易な短期艦銃を求めた。エルマベルケ社は、 積年の研究から開発した次世代短期缶銃を MP3 の名称で試作し、その改良型が MP38 として採用された。従来の短期缶銃が木製の固定式銃書を持つ小銃の延長上にあるデザインだったのに対して、MP38 は後半プレスとパイプで製造された折りたたみ式ストックを持ち、滑り止め用のグリップ周りはベークライトで製造され、 マガジンハウジングとマガジンに反動制御用のフォアグリップとしての機能を兼用させるなど従来の短期間銃とは明らかに一線を画するコンセプトでデザインされていた。ただしマガジンハウジングとグリップの間には細身のレシーバーカバーが装着されストックを伸ばした状態で従来型のフォアグリップとして使えるようになっていた。またリコイルスプリングを 伸縮式のリコイルユニットに収納し、ボルトが交代する際の機体干渉装置と防塵・ボードロカバーを兼ねさせる工夫を追加し、軽量なボルトを用いながら500発分まで電車速度を抑制することに成功するとともに、リコイルスプリングをサビから保護する点でも効果を上げた。射撃モードはフルオート、連発のみで、セミオート、単発は設定されていない。 テーパーがかかった重心の仮面には、車両の手すりなどに銃を委託した射撃、あるいは銃眼を通した射撃の際に、重心を支えるためのリブが取り付けられている。この間に、ナチス政権は、オーストリア・チェコを並行して、対外拡張政策に転じ、これに補調を合わせて、ドイツ国防軍も英仏との衝突に備えて、急拡張を続けていたため、MP38 は、 さらなる生産性の向上とコストダウンが求められた。これに対応して、切削加工とアルミ合金鋳造による部品製造を廃止、安全装置を改良した省力化モデルが開発され、これが MP40 として採用されたほか、様々な変更が加えられた数種類のバリエーションが存在する。ドイツ交付で MP40 の大部分は連合国に接収された。 損耗して廃棄処分されたものもあるが、ソ連赤軍ではもともと MP40 の人気が高く、ドイツ軍では逆に PPSH-41 の人気が高かった、六角品を好んで赤軍兵士が用いていたこともあり、優秀な短期艦銃として、親ソビエト諸国、勢力に供給され、その一部は朝鮮戦争や第一次インドシナ戦争などで用いられた。 そうした親ソビエト諸国の一つで、戦時中はドイツへの兵器供給に従事させられていた。チェコスロバキアでは、ドイツ軍向け企画のカー98キロや、MP40 の製造設備を稼働させて完成品や部品を供給していた。この時期に、ユダヤ人反ファシスト委員会を通じて、チェコから大量の兵器を購入。実態は、密輸していた、建国前夜のイスラエルでは、ハガナ 後の国防軍の主力短期艦銃として MP40 が使用され、ユダヤ人を弾圧したナチスとユダヤ人による国家イスラエルによって用いられるという皮肉な運命をたどった MP42 はヘブライ文字で国家は首相の国印が消されていることが多く、国産の氏が行き渡る1960年代初頭までイスラエルの国防を支えた。 ノルウェーでは1980年代まで戦車兵の自衛用装備として MP40 が配備されていたほどで戦後になっても MP40 は人気が高く今日でも南米やアフリカなど過酷な環境下で広く使用され続けていい。MP38、MP42 はシュマイザーという通称があり第二次世界大戦中にアメリカで作られた。 ドイツの重機マニュアル集でもその名で紹介されている。これはドイツの重機設計者、救護シュマイザーから取られたものであるが、彼は MP38、MP40 の開発には関わっていない。このような間違いが生じたのは、連合軍側が MP18 の開発に関わったシュマイザーが、MP40 でも同じように関わっていたものと勘違いしたためである。 戦後になって撮影されたハリウッド映画、公実では入手の簡単な MP40 がドイツ兵の装備としてよく用いられたため実際の主力装備だったカー98キロや対戦末期に大量配備されていた MP43 なよりも MP40 の知名度が抜群に高くなりナチス時代のドイツ軍を象徴する存在として広く認識されている。また、 MP40 が実現した部品のユニット化、プレス加工やプラスチックを利用した大量生産、標準パーツの組み立て製造、といった斬新なアイデアは各国に模倣され、アメリカの M3 グリースガンやイギリスのステン、短期間銃、ソ連の PPS などを生んだ。さらに、新種のジャンルとして登場した MKB42、MP43 などの製造方法へ発展し、 現代国用銃では主流の設計思想となっている。弾薬として入手が容易な 9mm パラベラム弾を使用していることや製造後70年近く経った今日でも使用できる頑丈さと性能を兼ね備えていることから世界各地の紛争地域で使用されていることが報道写真から確認されているほか、米国では MP40 を所有する民間人のコレクターも多い。 第二次世界大戦中にドイツ同盟国だった日本だが陸軍や海軍、少数ながら MP18 を輸入して、使用において MP38、MP40 が使用されたことはなく、日本人の多くが MP38、MP40 の存在を知るのは戦になって、流入した映画、テレビ映画を通じてである。 対戦中のドイツ軍種装備として認識されていた MP40 は早くからモデルガンとしての製品化が施行され、1967年には MGC 社から本格的な製品、南光板プレス製レシーバとアエン号近代カストニル切削加工部品の再現として発表された。MGC 製 MP40 にはレシーバとマガジンハウジングの固定方法が 製造時期によって異なるほか、後半の表面仕上げに、初期、実物と同じブルー仕上げと、後期、ナスビーロ仕上げの違いがあり、概して初期型の方が評価が高かった。MGC 勢、MP40 に追随して、中田商店から、TRC、東京レプリカコーポレーション、後に、マルシン工業製の MP40 が発売されるが、 MGC 製と異なり伸縮式リコイルユニットが省略されており、全体のディテール再現性も低く、発売当初から評価は低かった。これら日本製、モデルガンと実物の MP40 を比較すると、日本製は全体的なサイズが若干大きい印象、もっさりとしているを受け、実物の方がスッキリとした小柄な印象である。また、 廃重として輸入された MP38 をモデルガン化されたものが一点存在し、1970年代の雑誌に1億円という法外な価格で広告されていたことでも知られている。モデルガン以外だと1970年代に製品化されたマスダヤのシュマイザー MT-36 が挙げられる。これはプラスチック製の玉を 連射可能な電動ガンの草分け的なおもちゃであり、当時はだだだ1秒間に8発出る、出る30発を歌い文句に CM が放映されていた。黒と明細色のバージョンがあり、外見は折りたたみストックをはじめ MP40 を忠実にもしていたが、唯一断層取り付け位置がモーター内蔵の関係で垂直ではなく、ステンガン同様の水平になっていた。 1977年の法改正で、南鋼版プレス製の MGC 製 MP40 は製造・販売が禁止されたが、マルシン製 MP40 は全体を亜鉛合金で製造して販売が継続された。しかし、法改正による規制をクリアするためにデザインを一部変更したこともあって、評価はさらに低下した。その後、マルシンは全体を ABS 女子で新規に製作した MP40 を1984年に発表したが、オリジナルの設計をほぼ再現することに成功しただけでなく、MGC 社や従来のマルシン製に用いられていた、テトータ式、開放発火ではなく、プラグファイア式ブローバック、密閉発火を採用して、快調な発火性能を実現したこともあって、それまでの同社性、 MP40 への評価を完全に払拭する製品として、今日でも高い評価を受けている。同 ABS 製、MP40 は、その後のマルジン製、エアコッキング式及びガス使用 MP40 型アスグの母体ともなっているほか、2006年に放映された t v ドラマ、セーラー服と機関銃のプロップとしても使わされた。また、中国製電動ガンとして、 エイジムが末期に MP40 をベークライトモデル、通常モデルの両方で発売していた。現在は中国当局の捜査によりメーカーが倒産し、絶版状態ただし、STG44 に関しては金を他社が引き継いでいる。その他に現在 SRC 社がグローバック式、ピストンが連動するタイプの MP40 電動ガンを発売している。 ドイツ軍が登場する、ほぼすべての戦争映画に登場する、スペイン製の Z-45 で代用などという例もある。作品名は基本的に50音順。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。